さあスロモン、1回裏私木村裕太の攻撃ということですね。大体初めはね様子見から始まるものですよ普通は。しかし私狙っていきますよ。全打席、場外ホームランを狙っていきます。三振かホームランか、果たして、三振が9割ぐらいの確率だと思うんですが、さあどんな一発が飛び出すのかお楽しみといったところでいきます。木村魚拓と塾長がバチスロで対戦。勝負は3回行い、1回の表塾長、1回の裏魚拓といったように野球のように進行します。毎回助っ人を呼んで乗り打ちした合計サマイがそれぞれの得点となり、勝敗は3回のトータルサマイで決定。一発を狙うのか、手堅く立ち回るかは勝負の展開、そして助っ人次第です。実戦ルールは、軍資金自腹の乗り打ち勝負、制限時間は7時間。その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。先行は塾長チーム、助っ人は水瀬美香、中竹一日二膳、ひやまっちの3人。高校の魚拓チームの助っ人は武道 X、 自身で選ぶオールマイティー、そして誰かはお楽しみのミスター X の3人。魚拓塾長のスロモン。今回は1回の裏、木村魚拓武道 X コンビの前半戦の模様をお送りします。さあ1回裏、私、3枚のカード引きまして、まず一番最初に引いたねこの人いきます。クロマティですよ。さあムド X どうぞ。楽してもムドムド、苦労してもムドムド、お前が打たなきゃ。もういや帰っていいや、間違えた、帰っていい、明日は雨ズル向け。はいムド X です。はいじゃ、はいムド X じゃねえよ。いや俺お前のカード一番最初にいたのよ。あそうなんですか。ちょっと今後悔してんだよね。なんでですか。最近お前どう勝ってんの。あ勝ってます。言ってたじゃないですか。去年年収180万。大丈夫かな。大丈夫です。1回表ね、はい、外れだったわけよ、はい、要するに、はい、中竹だって外れ、中竹外れなんですか。それもなんか失礼な話なんだけど、中竹外れなんて言ってみや、トマソンみたいなもんですよ。トマソンね、はい、引いて、はい、なにもかかわらず2人で4000万以上プラスだったっていう。え何を打ったんですかそれ。猪木と緑だ。2人とも当たったんですか。2人ともふかして、1回表はね、はい、こけてれば、はい、とりあえず初回はバントでと思ったんだけど、のんびりしてる間にはない、はい、のんびりしてる場合じゃない。要は1回の表に5点取られたってことでしょ。5点取られて、まあ、まあ5点ぐらい取られたね、1回の裏を迎える、うん、というわけです。ということは、うん、もう狙っていかなきゃいけない。あそうなんですか、うん。何言ってばいい。だってこのお店で打つって聞いたの昨日の話だし。え下見とかしてないのお前。え下見とかしてないの。下見とかするんですかこの番組。アニメじゃねえかお前。そうマニアック目じゃねえか。メールも取ってないですよ。ふざけんなお前。え何も知らないじゃん。アリーナっていうお店の系列が結構みんな有料店らしいんで、うん、そこら辺は結構もうだから朝一傾向は分かった。初級ストライクで来ると思うんで、まあ、そう狙っていけばいい。初級ストライクで来る。あ王道来ると。要はもう ART 機とかそういうちょっとこの見せられる機種にバンバン入れてくると思う。おうおうおう。こういう収録の時に、うん、じゃあ何を狙えばいい。まあ、分かりやすいところで言うと鬼武者蒼天、うんうん、でまあやっぱりその5点を一気に取り返したいんであれば、うん、緑団を2人に並んで打つとか猪木とか。あそう、そういうところ狙っていってもいいと思うんですけど。大丈夫それで。大丈夫じゃないですか。何枚ぐらいいけるの2人で。え予定では2人で。ここはもうね一発5点取られたら10点取り返すぐらいの感じでまんまに狙いましょうよ。まんまいく、まんまに狙いましょうよ。5000枚5000枚でいいでしょ。ね簡単に言うね、お前別の番組でクソ負けしてるくせに。ね簡単に言うね。大丈夫、まあ、あれはあれこれはこれですこれはこれ、うん、そうか、うん、っていうか あれ見てダンよしゲットちょっとこの寒い中耳に当たりましたね今。よしやったぜ。すごいキーンって言ってるんですけど。よしやった。ちょっと左耳の聴力失ってしまったんですか。よし大丈夫大丈夫。よし行くぞ。行ってます。行くぞ。もうここは本当に2人合わせて
万枚プラスになるぐらいな。まあ万枚頼むぜ、はい、ノルマ万枚全部お前にかかってくる。わかりました。じゃあ俺の言うことちゃんと聞いてください。わかった。わかりました。じゃあバッツリ買っていきます。いくぜ。よし。今回の収録ホールは埼玉県埼玉市にあるアリーナ丸ヶ崎店、国道16号線丸ヶ崎交差点が目印です。設置台数はパチンコ166台、パチスロ111台、全機種無制限制で目玉の移動共有が OK です。注目のイベントは毎月5のつく日に開催されるスーパーアリーナ伝説、パチスロともにナンバーワンの出玉でお客様をお出迎え。またパチスロ限定の街道 S1 グランプリやメダル王など様々な熱いイベントを行っています。詳しくはホームページでご確認ください。魚拓と武道は開店前の入場抽選に参加。引いた番号は魚拓が9番で武道が14番とまずまずな結果に。そして10時ホール入店、まずは9番目の入場となる魚拓の模様から。あれパスはどこだ。パスはどこだ。こっちはねえな。パスはこっちです。こっちですよ。パチスロの島が分からなかった魚拓、14番目の武道を追いかける展開に。どれ打つんだよ。魚拓が向かったのは新鬼武者の島。とりあえず、まあ、朝一降格っぽい台以外は打たない方がいいと思います。ああそう、うん、ちょっと何台かカニ歩いてみて。俺蒼天カニ歩くんで、鬼武者とカニ歩いてみて朝一降格っぽい台探してください。いいから鬼武者打とうぜ。それがダメだって。いや2人でお互いに、うん、いやまあね、各機種当たり台を使うみたいな感じだから、うん、2人でね潰し合っちゃう意味がない。やっぱ別々の機種でそれぞれの当たり台を掴むみたいな立ち回りじゃないと、やっぱ合わせてね万枚ながら超えないですよ。でも1台しかないってことはないでしょ。まあそれはそうですけど、こっちはいいじゃないの。俺とりあえず想定の方からちょっと大丈夫かお前。じゃあ分かりました。じゃあキムさん、こっちがキムさん、こっちが半分で、はい、俺向こうが半分から探して。分かった分かった、はい、じゃあ鬼武者254番台これを打ちます。魚拓の1台目は新鬼武者254番台に決定。一方の武道も新鬼武者を物色。じゃあ俺ちょっと角台から調べてみます。ね、まあね、まあテレビ的にもね、ちょっと撮りやすいところ。あキムさん一応朝1ゲーム目カックンちゃんと見てください。なんか常連さんがちゃんとカックン見てるんで、とりあえずどっちかが鬼武者の6を掴まないと。分かった。では1回の裏いきます。あっガックンした。朝一ビールガックンした魚拓、上げ設定に期待を込め打ち込んでいくと、あ行った展開に、目処展開に行ったよ。展開 OK です。そのままちょっとちゃんと降格かどうか見切って。朝一からいい感じの挙動となる魚拓、この後の展開やいかに。一方の武道も新鬼武者248番台で実戦をスタート。1ゲーム目ちょっとカックンするかどうか。おう一応入りました。ガックンした。しましたね。俺もしたよ。これ全体するんじゃないの。全体ガックンですかね。いや常連さんみたいな人がガックン見てたから、しない台はしないじゃないですか。あそう。武道もリールガックンし設定変更が濃厚に。おなんかちょっと広角っぽい演出ですね。広角っぽい挙動となった2人、最初に特定役を引いたのは魚拓。これでボーナスかな。お行きました。行きましたか。もしかしたらケーキなんですか。ケーキやスイカ。スイカ、はい、早速双剣ラッシュに当選。朝一降格でスイカヒット。
やばいね俺。ほらやばいよこれ。ほらほらほら。ほら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 。ほらね、ほらほらって俺が選んだんだけどこの台。俺が選んだんだけど。いやいやいや、俺がここにそこを朝一航空探しましょうって言って。まあね、あなたの直感的な部分ありますけど。俺のおかげです。大変大変。やばい、こんな簡単な店なんだ。大変。おい。魚拓は投資2000円で総研ラッシュへ。この ART をどこまで伸ばすことができるのか。一方の武道も実戦開始間もなく合格濃厚となる展開ステージへ移行。お、熱いんじゃないの。さあ28ゲーム目、一応まあ広角っぽいところでスイカを引きました。このスイカからはボーナス当選ならず、武道は ART に期待を込めながら打ち込んでいく。これで16ゲーム目じゃないですか。まあここで演出失敗しても鬼モードに行けばかなり熱いですよ。広角で引いたスイカの可能性大です。お、なんか来てる臭いですね。ほら来てますよ。スイカから100機モードへ移行した武道、果たして ART に当選しているのか。ほらほら、あれ何これ。1枚やる。あーボーナス、ボーナスっていうか今日やばいな俺ら。やばいやばいな、ちょっと来てますよ。やばいな、回した方がいいっすよ、ね。2万ゲーム回すぐらいの勢いで。分かった分かった、もうあんま話しかけなくていいですか。分かった、はい、レギュラー後間もなく武道は100機モードへ。特定役を引いてないだけに熱い感じ。よーし、よっしゃ、武道も双剣ラッシュに当選。まあこれはさっきのあの広角のスイカで当たってたっぽいですというか、それ多分確定です。その後 ART は3セット目へ突入。おー来た、おーしよし止まれ。おー確定チェリー出現で武道はボーナスゲット。さらにキムさん、はい、桜ストックしましたぜ。マジでやるな、ほんと万枚出んじゃん2人で。これ多分2万枚いけますよ。2万枚いけますよ。よし、鬼ボーナスか。ボーナスは残念ながらレギュラー。しかし桜水晶獲得でロング ART が確定。果たしてどれだけのコインを叩き出せるのか。こちらは同じく ART 中の魚拓、ジャクチェリーで赤水晶を獲得する。え？武道、はいはい、おっと外れて。マジっすか。簡単だな。簡単っすよ。ダブロンっすよ、ダブロンなあ、ダブロンっすよ。と100ゲーム上乗せで気分が良くなった魚拓でしたが、 ART はボーナスを引けず終了。まあまあ、とりあえず出だしとしてはね十分っすよ。その後150ゲームほどさせたところで魚拓は待望のビッグボーナスを獲得。初ボーナス、ビッグボーナス。さらにこのビッグで、いた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 、ビッグで当たったよ。簡単だな、この新鬼武者は。簡単だな。早くも2回目の ART を獲得した魚拓はこの ART 中にビッグをゲット。着々とコインを増やしていく。これあれ、設定エクサンドロエクサンドロって言ってる間に8000枚ぐらい出るパターンだこれ。完全もらったわ。と楽勝ムードの魚拓はさらに、ビッグ中にフリーズが発生。先生、先生、
フリーズ引いちゃいました。フリーズ引きました。マジ？ビッグ中？ビッグ中？ああ平行だ。ちょっとこれ写真撮らしてもらって。ひどいな。十分十分十分だよな。十分だよな。あんな贅沢言っちゃいけません。おいおいすげえなおい。言いちゃった。朝っぱらからちょっと偉いことになってる。お前も頼むぞ本当。こちらは桜水晶をゲットした武道、何ゲーム上乗せさせることができるのか。いけいけ、ここじゃねえぞ。カモン、カモン。あー壊った。やめようねっすよ、まあ、130最低の130だよ。いいじゃないですか。いいね、まあまあいいじゃないか、こんなもんだよ。まあまあまあいいよいいよ。その後 ART は4セットまで継続させるが、328ゲームで終了となった。武道は ART 中にビッグ1回とレギュラー3回を獲得し、およそ900枚のコインを獲得。投資が1000円だけにまずまずの出玉となった。こちらはビッグ中のフリーズを引いて ART 継続率 80% 以上が確定している魚卓、気になる出玉はというと、ボーナス後わずか10ゲームでビッグをゲット。ART 中2回のビッグを獲得した魚卓はサクッとドル箱へコインを移動。さらなる出玉に期待して ART を消化すると、あ、赤が出た。赤セリフ、セリフ赤。それ結構 89% 濃厚とかそういうあれになるじゃないですか。ほんとごめん、違う台見たい方も多分いらっしゃると思うんですよ。ごめん、この台ずっと、しかもそうで ART 中の画面がずっとこの後も続くことになるかな。ごめんね、ごめん。一方の武道はボーナス後280ゲームほどが経過、キョチェリーを引いて100機モードへ。ちょっとこれ勝負どころじゃない？もうトゥデイズターニングポイントみたいな。カモン、カモ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 カ。ART 中さらにビッグボーナスを獲得。俺もここでちょっと一発ねかましてやりますよ、次元の狭間を。こちらはフリーズを引いた魚卓、 ART は警戒に継続し、獲得コインは1200枚を超える。おお、いただいた。で、魚卓さらに200ゲームを上乗せ、自慢するために武道を呼ぶと、このうちの100円分が俺の金ってことですね。ありがとうございます。うるさいから。ありがとうございます。いいか早く回して、ごめん呼んで俺が悪かった。よし、すげえなあのおっさん、本当にフリーズ引くわ、100、200引くわ。本当に魚卓の勢いはまだまだ続く。おいで、ボーナス、よし、あと5、6個並ぶな、これ間違いなくな、間違いなく並ぶな。魚卓の ART は9セット793ゲームで終了、獲得コインは1912枚。ちょっとまだ足りないな。
9話で終了。魚拓はその後もハマることなくボーナスを獲得。鬼さらにレギュラー後159ゲームで双剣ラッシュをゲット。定格通常教師2回目で入りました。断言します、6っす。一方の武道はスタートダッシュから一転ハマる。弱調ワンカクが出ました。まあ青ななび確定です。弱者重複が武道ハマりながらも薄いところでビッグをゲット。ビッグ弱者ほらほら熱いよこれ。お来た。まあこれで ART 確定です。ビッグで ART に当選した武道でしたが、ここはつながらず上乗せなしの1セットで終了。その後ハマることなくボーナスに当選しますが、 ART にはつながらず武道の持ちコインは現状維持といった感じ。こちらは2回目の ART に当選した魚拓、ビッグウェーブ到来に期待を込めながら双剣ラッシュを消化中。まだな、2箱じゃ2ベースぐらいだからな、ホームランっていうからには最低5箱はいかないと。と意気込むもののボーナス絡まず、183枚のコイン獲得で ART は終了。通常ゲームに戻った魚拓は持ちコインで次なるボーナスを狙うと、363ゲームで鬼レギュラーボーナスを獲得。超高額、高額だ。レギュラー後降格状態となった魚拓は ART 当選に期待を込め特定役を願うと、おーい、あー、ここはボーナスじゃなくて、ここではボーナス成立せず、その後100期モードへ。 ART 当選なるか。右よし、あれまさか、ほら、いくよ、まだあった、びっくりした、まさか、また。ほらここだよ、ほら魚拓4回目となる ART 初当たりをゲット。で ART 確定で、これすいません、5時間ぐらいかかるんで、ただ前半戦ここで終了したいと思います。一方の武道はビッグ後40ゲーム余りが経過したところでスイカから再びボーナスを獲得。ビッグかレギュラーか。武道ビッグボーナスをゲット。
ビッグでの ART 当選はなかった無道。その後80ゲーム余りが経過したところで5回目となる強チェリーが成立する。うお、頼む頼むぞマジで。いやいや、よっしゃ。通常以下と思われるモードで2回目の双剣ラッシュに当選。強チェリーからの ART 当選はこれまで5分の2といい感じ。まあこれでやっとまた6の確率に戻ってるんですよね。でね、中段ベルがもうぶっちぎりでいいんで多分6だと思うんですけどね。はい、でまあね、タイミングよく ART 入ったところで、まあ6の可能性を、ね、再び高めたところで、まあ、前半戦終了ということで、まあとりあえず後半戦も、まあ、この台ちょっと粘ってみたいと思います。スロモン。はい、前半戦終了しました。おい、電話した？誰に？焼肉屋に決まってんのか、予約入れたんだろうなお前。もうこんな出るに決まってんじゃないかお前。ハハハじゃねえよ。俺だって俺6だよ。もうそこまでテンション上がっちゃって当たり前なんだ。6だよ俺。俺ももう今のところ6ですよ。え、強チェリーからはその5分の2ですね。5分の2、はい、俺2分の1、はい、で、高額っぽいところはスイカとチェリーところは、1分の1です。今ね、全体高額っぽいところでスイカ引けたら伸びてないんですけど、あ、そう、そこでバシバシ引けるようになればもうガンガンちょっといきますよ。俺完全に高額でっていうもう確信持って引いたところは全部入ってるから、はい、もうよく、あなたの場合でもプラス100、プラス200のあとフリーズ、うんうん、それボコボコボコって引いた割には大した出直しじゃないですよね。お前何枚んだよ。お前何枚あんのよ。俺500枚ぐらい。500枚でよくそういうこと言うね。お前2000枚あんだよ。いやいや、そういうの引いたんだからちょっと仕留めろよっていう感じで言ってるんですよ。何、引いた人が仕留めるの。自分乗り道じゃねえ。乗り道っていうのは引いた人が仕留めるもんだ。あ、そう、はい、俺じゃあ本心言っていい、はい、お前いらなかったな。ふざけんな。全然だって俺が選んだよあの台。完全開け狙いで。いやでも朝一鬼武者打ちましょうって言ったの俺ですよ。だって、うん、あのお前鬼武者最初のイベントとか気づいてなかったでしょ。あれは気づかなかったです。あのディレクターに上の札が鬼武者違いますねって言われて最初気づきました。あ、本当だって。まあそこら辺結果オーライということで、うん、というわけですね。2人ともおそらく6、うん、高確率で6だよな、うん、掴めまして、やっぱ闘魂のほら注入したからじゃん朝。あのハリケーンミキサーみたいな来ましたね、そういえば、はい、あれのおかげだよな。あれにお互いな気合入ってやるすか。やるとき言ってください。あれやりやれますんで、やるとき言ってください。一回カウンターはねちょっときついんで、一応ね僕、まあ、殴られるときにちょっと芯外す技術あるんで、はい、言ってください。あ、そうですね、いくらでもやられます。あれなんだ。えちょっと本当に昨日からこの人なんかカウンターで食らわすんですよ。なんかダーンっていきなりといったわけですね。本当にこれは真面目な話、おそらく2人でも6積もっちゃいました。なんでこれから本当に多分サイト7始まって以来のドル箱の山が、できることと思いますので、ぜひとも後半戦お楽しみにということで、はい、はい、じゃあ皆さんまた次回さよなら。次回のスロモンは1回の裏魚拓無道コンビの後半戦。高設定と思われる新鬼武者にありつけた2人は合わせ万枚目指し後半戦に挑みます。果たして結果はお楽しみに。